な。はい、どうもこんにちは、VGP のホチョです。あ、どうも VGP のダーマスです。 VGP のミクタンです。ですね、あの、はい、今回2回目なんですけどはい、はい、あの前回、はい、コヒーラやったんですけど、あれ、あの、正直ぬるかすぎたと言おたれしましたよという話で、今回あの私が簡単なものを持ってきました。ありがたい、ありがたいですね。で今回ちょっとね、マジック的なものを皆さんにお見せしようかなということで、マジック、はい、こちらにもう物が用意してあるんですけども、うん、待って、どんなものか本当はここを見せたらダメなんだよ。あ、絶対やらないと。そうですね、驚きがね。じゃあちょっと2人には取り付いていただいて失礼します。じゃあちょっと俺一人でネタを仕込もうと思います。はい、ちょっとお願いで、ここに水酸化ナトリウムね、用意してあるんで、まあ、ちょっとこのグラスの方にささっとね、ほい、入れます。で、水をちょっと加えて溶かしておく。これが重要っすからね、大事なポイント。で、はい、じゃあ次にフェノール2人を入れるんですけど、まあこれ、ね、今水入ってるんですけど、まあ、このボトルちょっとね、あれかもしれないですけど、赤ワインのボトルを用意してます。でもまあ透明なんですけどね、これがちょっと重要なポイント。赤ワインのボトルを用意してあって、ここの水にね、フェノール2人にはちょっと加えておきます。そうですね、たっぷりの方がいいんで、こんだけ入れればいいかな。準備は整いました。じゃあ2人を呼びましょう。カモンカモン2人来てくれたまえ。またしても何も知らないダマスです。じゃあ今あのネタの仕込みがね完了したので2人を呼んだんですけど、まずここにあの白ワインが、白ワイン、白ワイン、赤ワインのボトルに入った白ワインよね。めっちゃ透明です、ね、透明だね。そう、透明、ね、クリアすぎ、白は透明だから。そう、まあ、白は透明だね。まあ、ワインといえば、あの、白じゃない。おお確かにパッと思いつくのは赤いよね。赤か白かって言ったらやっぱ赤じゃないかなっていうことで、やっぱね、赤にしていきたいんだよね。赤にしていきたい、していきたい。そう、まあ、マジック、あの、超能力を私は持ってるから大きく、ね、一瞬ね、この白ワインを赤に変えてみてみましょう。マジ で、 で、まあ、その前に、じゃあちょっとね、あの、まあ、グラスを持ってもらいたいんだよね。あ、任せろ、任せろ。で、手袋何、ね、やばいやつこれ。白ワインが危なかったらもう全国の店から白ワインがなくなります。じゃあなんで手袋つけないといけないんですか。まあ、あるけどね、まあまあ、念のため的な科学の実験は、そういうの大事だ、まあまあまあ、コンプラ的な一応ね、はい、わかりました。持つ手につけてほしいんだ、ね、はい、あ、OK? はい、OK です。じゃあグラスを持ってもらって、はい、で、そうだ、ちょっと前ルネッサンスだよし、準備は OK、 OK、 では、よく見てもらいましょうか。いきます。これもつけたらあかんな。うん、そうだね、しっかりってね、はい、それお、見たまえ、めっちゃ綺麗、見たまえ、めっちゃほら見て、赤ワインになった。すげー、駅から赤ワインに綺麗だね。いやー、すげえいいね、あ、いいね、そのブルジョワの揺らし方、ね、富裕層になった気分です。貧乏だけど面白いでしょ。よかったね、見て見て、びっくり比べてほんとだ、透明なんだよ、紅白って感じ、透明だけど、うん、何の種も仕掛けもないのが赤に、赤ワインに変化しましたね。本当に種も仕掛けはなかったの。あの、たネタバラシをね、しネタバラシ、まあ、種ないってあんだけ言ったけど、うん、まあ、種があったよ。そりゃそう、白ワインにしては透明すぎるまあね、あの、実はこっちはね、透明な液体の方には水なんだけど、その中にね、フェノール2人にはね、こっそり仕込んでおきました。で、もう一つこっちはグラスの方には、あの、ね、水酸化ナトリウムをちょっとね、溶かしておいたんです。危ねえやん。バリバリに種も仕掛けもあるし、実はそんなもん持たされたのね。だからあの手袋、手袋、あ、なるほど、なるほどね。で、水酸化ナトリウムはね、あの、塩基性じゃん、塩基性じゃんっていうのは、まあ、アルカリ性とも、ね、塩基性ね、うん、なんか塩基性って書きたくなっちゃうんだからなんかなかった、塩基性かアルカリ性かみたいな。ちょっと頭良さそうに見えたね、確かに、かっこいいし、塩基性ね。まあ、ここに OH があるから、うんうん、で、これの塩基性が、あの、透明な水のね、ベノール2人に反応して赤くなったよっていうだけの話ですっていう、うん、あの、種がないって言った嘘の
マジックでしたっていう。なるほどね。でまああのここに今実物はないけど、もしここにね白ワインがあったら明らかに本当に透明度が違う。また違うから。めっちゃ水だもん。まあワンちゃん分かったかもしれないよね。これ嘘です、ね。っね、まあっていうね実験です。なるほど。というわけで、まあそのフェノールフタレインと、まあ、水酸化ナトリウムを使ったちょっとしたマジックを今日はネタとして持ってきました。なんか前回に比べるとえらい下がったり、なんか難易度というか、でも誰でもやりやすい。そうそう、やりやすい、まあまあ、水酸化ナトリウムだけど、でも確かになんていうの、ね、原理も誰でも分かりやすいから、すごい、まあ、ちょっとお手軽感は ね、あるかもしれない、ね、まあ、こんな感じでまた次は、はい、はい、そういう感じですね。頼もうかな、はい面白いの期待してやハードルを、ね、はい、ということで今日はねまだ変ということで、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。